協力して聞け聞くブーレイ飛翔さんのロックここだあここあエリトラのエンちゃんとまたやっしかし昨日は散々でございましたね本当にああいう時は焦ってこうどうしてもこうねなんかテクニックとか忘れちゃうもんだけどねそれでは今日も行きましょういくよ今日の帽子えいさあ何が来るでしょうかでってけでってってってん青色子何色とか書いてくれるといいよねここにねはい、今日はこの帽子でいきたいと思います愛をずっと幸せになんでこの福山といえばこの歌ばっかりになってるけどなんかないかな他にあんちゃん小雪のことが好きなんだもうなんか違うあんちゃんいつも拝見をしておりますエンダーマントラップのようなものでレベル上げしているところを何度も拝見してるんですが、作ってる動画があれば教えてくださいというわけでじゃあ貼っておきますね右上の i ボタンに忘れなければ貼っておきますが概要欄の方にも貼っておきますんでよかったらご覧ください好きな任天堂のゲームはスマブラが1位やっぱスマブラなんだねスマブラやってる子が多いもんね確かにねあの僕が知る限りではですけどね F0 が思い出深いもうねこの F0 という単語を見た瞬間に胸が躍った世代ですみんな知ってるかな F0 は確かスーパーファミコンじゃなかったかなスーパーファミコンの頃に、初期のなんかレースゲームかなんかだったような気がするんですけどゲームというものに対してこうまだまだこう好奇心旺盛だった頃の、ゲームなのですげえ思い出深いです僕もで今日なんですが、好きなケーキの種類は、まあ、最近バレンタインのね、企画やっておりますけれどもまあそんな中でどのケーキが好きかなっていうことで、ぜひお答えいただければと思いますよーしもう今日流れいいねこのままちょっと収録会自慢の方行きたいと思いますまずこちらからご覧いただきましょうかそれでは今日のマグズマックスオープンやっちゃいましたもう昨日言ったよね全部復活させるってこれ相当時間かかりましたけどはいここにある野菜たちがもうほとんどなくなっちゃいましたねいやほとんどが全部なくなっちゃいました今またちょっと時間が経ってるから復活してるかもしれませんがね使っちゃったしゾンビ肉はここのは使ってないなでもほとんどないしでね師匠のねを紙使ってちょっと攻撃したりとかまあいろいろエメラルドを増やす方法を探ってたんですがやっぱりどう考えても農民さんが一番効率がいいねまあ続きなんですけどねはいシルクタッチ復活で、俺の意味フレイムもう名前変えたなんか足りない気がするんですよなんか足りない気がするんですよコメント欄でお待ちしております何か足りないのかちょっと忘れちゃう耐久さんついてないこれズボンでしょダメージ軽減でヘルメットこれねヘルメット作って思ったんだけど今日の帽子ってやってんだからこれなかなか被れないよねまあその辺のご意見もまたくだされば、ありがたいかなと思いますそして、ブーツでノックバックつけてみたうん今日リベンジからねこいつでねおいで、シャベルと、チェストと斧、全部シルクタッチねはい復活、させましたそしてこっちはいここねロケット飛翔1、専用ボックスということで、飛翔時間1のが入ってますでこっちは飛翔3のが入ってます3はまあこれぐらいでいいかなと思ってなんで3がいるのかっていうのもね後ほどご説明しますでそして今持ってるエリトラはまだレンタルのものでございましてエリトラはまだ実は、収録外で撮ることができておりません、そしてもう一つ収録があるのでそちらをご覧いただいてね、いつもの流れでやっていこうかと思いますけれども一応ですね収録外でね2回か3回ぐらいまたやられておりますはいこのチョコレートハウスちょっとだけ増設しました昨日からまだちょっと増設されてますよね。よいしょと。ああ、ダメだった。入れなかった。いや、結構ね、ここね、モンスターハウスになっちゃってるから危ないんですよ。今、電気消えてる状態なんでね。で、収録会で、ここでちょっと匠と戦うことになって、ここ爆破されてます。回路的には、特に潰れてないから問題ないね。ここのハーフブロックさえ引けば復活できる感じですな。で、まあまあ、これも伸ばしてっていう感じですよね。まあいろいろと装飾をまたこれからやっていこうというところなんですが今日はね、湧き潰しリベンジですよはい今日こそですね夜のあのチョコレートハウスを、皆さんと一緒に見たいというふうに思ってますんでお願いいたしますはい、というわけでね収録が一番は以上でございますまあとにかく昨日は大変だったねもうバッチリ装備でリベンジ行きたいと思いますなんかこんなの前もやったような気がするんだけどね。バグクラ兄弟の幸せを祈願し
ミューマース。それではえい、お誕生日おめでとうございます。皆様にとってさらなる、一年、良い一年になることを心の要因の愛の願っております。あ、ちょっと噛んじゃった、ごめん。願っております、おめでとう。いつもと違う言い回しにしようとしたらちょっと噛んじゃいましたけれども、気持ちは同じだぜ。それではね、早速本ネタの方に、突入していきましょう。本ネタというか、今日はもうリベンジ、装備して、あそこ行くっていうのがね、まずの内容なんだけれども、もうついでだからちょっとエリトラも一個取んに行こうかなと思って。付き合ってくれるみんな。ね、編集でガッツリカットすっから。とりあえず、借り物のエリトラでね、新しいエリトラをちょっと取りに行くっていうことをですね、やりましょう。で、エリトラを取りに行くのに、あそこエンドシティに行かないといけないんだけど、エンドシティの敵ね、シュルカーもね、相当強いんで、やっぱ装備していかないとダメなんです、いろいろと。なので、やっぱこれ今回作っといてよかった。またみんなのね、エリトラをね、僕がね、なくしまくってるんで、まあどうにかね、装備、エリトラはいるか。で、飛翔さんのロケットをね、2つぐらい持っとかないと、ダメなんじゃないかなと思います。まずはエリトラ、久しぶりだね、こんな格好見るのね。久しぶりにやろうか。あ、マギル行きます。じゃあこの真ん中攻めましょうか。セオリーだよ、それがセオリーだ。新しい地図は作る気はないから、こいつも一応持ってかないとダメか。これで見て進んでいった方がいいね。はい、もうエリトランチャーもいらないよ。楽な世の中になったもんだ。これ左手に、持ってで、えい、じゃあ間違えた、これを左手だ。でこうだね。いや正直言うとやっぱりね、久しぶりにやるんで多少の緊張はあるんですよね。さあこのまま次の地図のところまで行きましょう。あえてこの高さ保っていってやるか。2つ地図持ってさ、だよね。じゃあね、しっかりと全部を見て、見渡せるようなところからスタートするように、方向を調節していきましょう。はい、今ね、新しい地図の方の黒いところを塗りつぶしていってる状態でございますけれども、新しいこう地図をずっと見てると新しいエンドシティが紫でちょっと出てくるところがあると思いますので、そこを探していきましょう。本当にね、こう考えるとエリトラを見つけるのもね、非常に簡単。ほぼついでコンテンツでね、本ネタとしても使えるんじゃないかという、内容なのにもう関わらず、こんな感じでついでにちょっとエリトラ取りに行っちゃおうか的な感じで取りに行けるっていうのがいいよね。はい、まだ、お、珍しい、結構エンドシティ見つかるんですけどね、すぐにね。あら、今回見つからないね。いろいろと気にしながらね、お、見つけた、見つけました。見つけたけど、一旦下まで黒いところを塗ってから、はい、ちょっと戻るようにしましょう。こっちだ。お、早速もうエリトラポイントに早速でございますね。よっ。はい、シュルカーが怖い。あいつが怖い。とりあえず、この地図たちを直すところからちょっと始めましょう。おい、おい。ドロップ増加つけてないので、もう弓矢でやってもどっちでも一緒です。そんなに変わらないですから、あれが。何も言えてないけど。ドロップ増加でやっても10%ぐらいしかね、変わらないので、まあ、そこまで気にする必要もないかなと思っております。よーし、一応ね、シェルカーの殲滅も当然目的なんだけども、エリトラも見つけちゃったしな、無理にね、する必要もないかなとか思ってきちゃったんだけど、みんなどう思いますか？じゃあ、久しぶりにね、ドラゴンの頭もね、15個ぐらいあったのにね、なくなっちゃったので、ゲットしておきましょう。なんで僕がこんなにアイテムをなくしたか知らない方はですね、私がね、サーバーが落ちて、アイテムがなくなったという経緯があったということをね、ちょっと説明よし。えい！で、思い出したんだけど、エンダーパール持ってないわ。あ、落ちてない。エンダーパール持ってないわ、俺。やる気あんのかよ。弓矢でやると楽だわ。しっかりお宝をいただいていくぜ。お、殻も結構ゲットできた。今のところ音は鳴ってないから降りましょう。
あぶねえ。そこか。いけ。よーし。なかなか開かない。これ狙ってると開かないのかな。おっしゃー、おっしゃー、そこか。あぶねあぶねあぶね、エンダーマンが切れてるね。あぶねー、怖え。恐ろしいぜあいつ。うぅ、ようやく倒した。よっしゃー、はい、討伐完了です。ちょっとじゃあ成果の方見てみますか。はい、ご覧ください。こんな感じですね。ゲットしたものとしては、シュルカの殻が、12個で、エリトラゲット、ドラゴンの頭ももちろんゲット、あとは、ね、いろんな、まあ、防具。これがね、意外と役に立つんです。僕みたいなアイテムをすぐなくすようなやつには。役に立つの。この鉄も焼けばね、鉄くずになるんでね。使えるでしょう。他は、まあ、うん、こんなもんですかね。まあまあまあ、でもまあ、そこそこ取れたんじゃないかなと思います。はい、もう帰る帰ろう。もう、物騒だ、もうここは。物騒すぎる。はあ、はあ、帰ってこれましたと。お疲れお疲れ。と、こう。はい、また広がりましたね。で、シュルカーの殻をしっかりここに置いていきましょう。はい、また作りに行きます。はい、ただいま帰ってまいりました。ちょっとアイテム整理して、リベンジ、行きますか。はい、呪い系のやつは全部こっちに入れてます。はい、実はアイテムを復活させる時も呪い系のやつたくさん使わせていただいております。あはは、整理がつで、リクエストにも多数ございました。このドラゴンの頭を今日の帽子の中に混ぜ込みたいと思います。本当はこれプラス、なんでしたっけ、ウィザスキーの頭も入れたいところなんだけどね。はい、それはまた後日やりたいと思います。よし、それでは皆さん、整理がつきましたので、現場の方へ向かいましょう。はい、久しぶりに現れました、全身ダイヤの私でございます。さあ、並々ならぬ意気込みで向かいましょう。はい、ちなみにですが、ご報告ですが、昨日テンパって使った2体の馬、ちゃんと戻しております。アシロンは未だに2体です。同じ動きしたね、今ね。はい、マグルトン帰ってきております。さあ、行きましょう。道中ぐらいはね、これ被っときましょう。まだね、お昼なので、まあ、関係ないか。地下湧くか。よし。俺がてんてこまいにボコボコにされた、あの場所に、行きたいと思います。ここでも、なんかここでも、両方でも入れるんだよね、確かね。あ、そう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 。あー、松明忘れてるし。そっか、松明もいっぱい持ってたな、そういやな。チキーン、こんな感じでいっか。実際戦闘にしに行くときだけダイヤのヘルメット着るって感じでいいよね。行きましょう。昨日ボコボコにやられた現場へとりあえず向かうようにしましょうかね。さあ、やってきました、運命の場所でございます。運命の場所、はい、リベンジだ。はい、誰もいない、リベンジマッチにならない、大して深くない場所で、すげえモンスター、お、音はするな。お、来た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 か、野郎ども。このノックバック、ノックバック、おっと、ノックバック、ジャンプ切り、あ、見てくれ、こんなに倒したのにまだノーダメージです。モンスターの脇効率が半端じゃないはずなんです。リベンジ、うわー、渓谷か、行ったことあるね。松明置いてるもんね。すげえ広いぞ、どこまででも続いてるって感じ。
なんでちょっと早いんだ歩き方が。ん、端っこ。無理にね、新しい道を見つける必要がないから。湧き潰し目的ですから。うん、水の音がするね。いたいたいた。あ、マグロの帽子かぶってる。初めて見た、初めて見た、初めて見た。うわ、強い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 。俺が強い、俺が強い。帽子かぶってるの初めて見た。なかなかいいね。あぶねー、あぶねー、警告。なんか中途半端で行ったことはほとんどない感じだね、見た感じ。えい、よし、かなり湧き潰しできてきてます。あ、来た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 。はい、ちょっと出口に繋がりましたのでって、どこここめっちゃ関係ないとこまで来てるし、チョコハウスの湧き効率に全然関係ないじゃないですか、こんなとこ。はい、皆様、一応ね、も松明4スタックぐらい持ってきて一回全部使いましたので、このままね、ちょっとどうやって外出るか分かんなくなっちゃったけど、出てあら、ここはポジション的には関係ありそうなんだな。しかしね、松明がないから今回は諦めて、まあ戻ります。一旦戻りましょう。で、チョコレートハウス行ってどれぐらい湧くかっていうのを確認してリベンジ完了ということで、どうでしょうか皆様。どうやって帰るんだろうこれ。はい、マグタウンです。マグタウンのここです。懐かしい。じゃあですね、まあちょっと何かして時間潰しながら、チョコハウスに、まあどれぐらいのね、モブが湧くようになっているのかをですね、チェックしていきたいと思います。それではちょっと戦闘モードからは一旦解除いたします。補修をしとこうかな。よいしょっと。うまいね。はい、皆さん、夜も深くなってまいりました。月が上がってきてるってことはもう夜だね。もう一度ね、湧き潰しチェックしていただきましょう。はい、上空からご覧ください。湧き潰せておりますね。下手になんかモブが湧いてないかどうかのチェックも、はい、行いましょう。あ、こっち行っちゃうとあれか、変なとこに湧いちゃうか。ここにいないとダメなのか。はい、今そこが、おお、モンスターハウスになってる。いきますよ。なってますね。ちょっと見てみましょう。うわははは、モンスターハウス。あ、届いてない。えい、いるね。めちゃくちゃいるね。どうやって人数チェックするんだよね。どうやって人数チェックするんだろうね。ガラスにしないとでも中見えないか。はい、近隣の湧き潰しはいい感じにできてるようです。あぶね。結果的に即席ではあるが、モンスターハウスとしては動いてるっていうのが分かっていただけたと思います。この要領でもう一個作るので、反対側に2つ作っちゃうとモブがね、うまく分かれると思うんですよね。本命の家が多いのか、義理の家の方が多いのかという、検証が成り立つのではないかということなんですよ皆さん。ゾンビは気づいたね。やるね、あいつ。スケさんは気づいておりません。はい、まあこんな感じでですね、もう一つ作って、バレンタインの日どっちにモブが湧いてるかっていうのを、チェックできる環境をちゃんと作ってやっていきたいと思います。だから窓の下の階段の部分もガラスにしちゃって、中を確認できるような状態にしておかないとまずいですね。もしくはこの建物のど真ん中に、ショーウィンドウじゃないですけども安全なやつを作って、で、やっていくのもいいかもしれないですね。はい。まあ、とにかくいろいろちょっと考えてやりたいと思います。あ、エリトラのエンチャントまたやっときますんでね。このままちょっと日本村の方に行って、やってまいりました。ああ、サンスケさんじゃない？あ、イチスケさんか。イチスケさん、オツです。そんなとこでいいんですか？あ、そうですか。じゃあ、失礼させていただきますけど、いいですか？
はい、マグクラ兄弟の幸せを祈願し、チャリーン、アンマグロデイミョーチェリベンジ完了。じゃあ、動画の締めに、せーの、画像紹介。はい、マルチメンバーに、リソパの帽子を被させて、いただきました。マサトさんはなんか金の被ってますね。神うまっす、オムライスですって。私、オムライス大好きでございます。というか、卵で包まれたものが好きなんでございます。オムレツ、オムライス、天津飯。最高でございます。これね、前マルチの時にもね、マサトさんと話してたんだけど、すっげえなんかジャンプしてたねっていうことで、そのシーンをですね、ちょっとそのシーンで遊んでくださった画像でございますね。ありがとうございます。はい、それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。マグリの防具一式、装備一式が復活し、そしてリベンジを完了し、一応なんとかモンスターハウスであることをご覧いただけたと思います。エリドラも復活しましたし、まあそんなところでまた明日から頑張っていきましょう。といってももう週も半ばなんでね、気づけば週末がやってきますよ皆さん。それではまた次の動画でお会いしましょう。あーし、あーっと、あれ見て、ファンタジーか。確かにまあ夢のあるね、ゲームではありますね。みんなもね、夢に向かって頑張っていきましょう。ほな。